こんにちは、早稲田大学航空部です。今日は航空部とはどういう、何をしている部活なのかっていうのを知ってもらいたいと思います。まず航空部とはグライダーっていうエンジンのない飛行機を操縦して全国大会優勝を目指す部活になってます。で、まあ、見た目はこんな感じの、なんか見た目飛行機ですけど、よく見るとエンジンがないっていう機体に乗ってます。で、まあ、見た通り鳥人間とは全然違う部活です。で、1930年創部の部活で、六大学競技会や早慶戦全国大会などの大会もちゃんとあります。で、まあ、入部時は普通にみんな無経験なので、全然大学から始めたから不利ということもありません。で、言葉では伝わりにくいところもちょっとあるんで、実際にグライダーを飛んでる動画をちょっとご覧いただきます。こういう感じで、まあ、この 1000m ぐらい先にウィンチっていう機械があって、それとロープでつないで、1000m ぐらいのロープでつないで、まあ、タコ上げみたいな感じで400から 700m ぐらいの高度に上昇して、飛んでます。また、まあ、エンジンのついた動力機に高くまで連れてってもらうっていう、まあ、離陸の方法もあります。で、大会では決められた場所をどれだけ早く通過できるかっていうのを競ったりしてます。で、グライダーは、まあ、ちょっと皆さん知らない人も多いと思うですけど、まあ、日本でも全然知名度がないんですけど、世界的にはまだもう少しメジャーなスポーツになってます。で、普段の活動は、まあ、目沼卓上っていう熊谷の埼玉県熊谷市の北の端にある卓上で、月、まあ、1、2回の合宿をしたり、週に1回全体部全体のミーティングとか、あと1年生2年生は座学っていって、まあ知識を詰め込むってことを週1回してます。続いては、航空部の4年間の流れについて説明したいと思います。まず1年生の間は宇崎っていう2人乗りの機体で、教官と一緒に初めて空を1人で飛ぶ初空を目指して練習を行います。2年生になると1人で空を飛ぶ機会も増えて、探査機っていう1人乗りの機体で空を飛ぶことができるようになります。3、4年生になると、ライセンスっていう世界中どこの空でも一人で飛ぶことのできる資格を取得するのを目指して、取得後は大会にて、優勝を目指して練習を行います。次、部の雰囲気なんですけど、早稲田大学航空部は、アーチェリー部に負けず劣らず仲が良くて、縦のつながりがすごく強い部活なので、先輩から後輩まで仲よく遊びに行ったり、訓練を頑張って行ったり、楽しくみんなで活動しております。卒業後の進路なんですけど、やっぱり、航空部系は、航空業界にや商社への就職が強い部活になっているので、そういう将来そういうところを目指している方にはいい部活なんじゃないかなと思います。次です。今後の予定なんですけど、4月の3日に、航空部単体の説明会を Zoom で行います。もっとさらに詳しく知りたい方はぜひ参加お待ちしております。また体験搭乗って言って、グライダーに体験で搭乗することのできる機会も訓練日に設けてあるので、訓練日に来ていただけたら、部の雰囲気とかどういうことをやっているのかっていうのをさ、もっと詳しく見させていただくことができるので、ぜひいろんな SNS やってるので、そこからお問い合わせをお待ちしております。最後に、早稲田大学航空部、SNS、Twitter、Instagram、 公式 LINE と
ホームページあるので、ぜひ検索かけて見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。インスタとかツイッターは本当になんかいつもこんなことやってるよって動画上がってるんで、ぜひちょっと興味を持ってみたら見ていただけたら幸いです。ありがとうございます。